はい、じゃあよろしくお願いします、えー。高校受験対策に英語シリーズが仲間入りとなりまして、そのスタートとなりますで。今回はね、問題が5問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、結構自分が余計なポイントも喋りつつ、あの答え合わせしていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それではね、英語もいつも通り画面下げますのでお待ちください。よっはっとあら意外といい感じちょっと行き過ぎだな最後の余計だったなよしじゃあ参りましょうえ今回もねあの他の動画で言いましたけどえ群馬の新聞社さんの常務新聞社さんから問題提供していただきましてありがとうございます。 でですね英語に関しては、まあ、他の科目もそうなんですけどもちろん答えを書いていきますでただ5問しかね入らないんですよねちょっと板書量の関係でで、えっとまあ、5問答えパパって書いていくのもいいんですがちょっといろんなことを喋りますそうなんか発生したポイントとかをねだからちょっと長くなるかもしんないですこの5問だけなのにそうだから 答えだけね丸付けしたい方はもちろん動画早送りしていただければいいですし、まあ、解説の方もねちょっと聞いてみたいなと思う方は当、まあ、倍あとこのまま倍速再生でもあこのままの再生でもいいし、まあ、1.5倍とか2倍とか使いつつうまくね勉強に使ってみてくださいなんか問題ねこれせっかく1問やるんだったら1問から1吸収するよりも1問から5吸収する方が個人的には好きなので、まあ、そんなね動画にできたらなと思っておりますではではマイズ1問いきましょう まままず私はまだ宿題を終えていませんの穴埋めですねこことここに穴が開いておりますと。でまずこの日本語を見た時にああれかって思ってほしいんです。まだほにゃららを終えていません。何かが終わってない、まあ、否定文になってますけどほにゃららが終わる完了するっていうのに何を使うか、まあ、こういうのをねちょっと喋っていくんですがこれ中3の最初かなに勉強する。 現在完了形ってやつです、えー。めちゃくちゃ大事です。これつ。で、あのー、今回ねこれ詳しく説明すると、本当これだけでなんか動画二三十分なる可能性があるので、もちろんちょっとポイントで箇所っていくんですけど、現在完了形っていうのは一個まず作り方が決まってます。これはすごく簡単。どう作るかっていうと、ハブプラス、えー、過去分詞です。 カカタカナ使ってるのはお許しくださいハブプラス過去分詞っていうのを使っていきます。でこれで意味をねまあこれを使うことである意味が作ることができるんですけどそこがちょっと厄介で現在完了っていうのは主に3つに分かれます。1個じゃないんです。3つ意味を持つと。それが何かっていうとまず1個目が完了の意味。ごめん完了の意味。であとがえー、っと。 経験。つまり、ほにゃららしたことあるよって、経験したことがあるよみたいな。私は3回、えー、アメリカに行ったことがあるみたいな。そういう感じ。で、最後が、継続ねで。ちょっと言い忘れちゃったんだけど、完了っていうのは、ほにゃららしたし、なか何かすることが完了したよ。つまり、まあ、終わったよみたいなのでよく使うんですけど、それが完了の意味。で、経験はほにゃららしたことがあるよと。で、継続は、 例えば3年間どこどこに住んでいます今も住んでる今も継続して住んでますよみたいな時に使いますで意味をこんなに複数持ってるんですが作り方はこれなんですハブプラス過去分して全部作れるとで最初にも言ったようにここね現在完了はすごく大事なのねただ意味を複数持ってるしかもねちょっともう一個厄介なのが完了の意味を使う時はある単語とよくコラボしますよ 経験の時はこの単語と継続だとこの単語とコラボしますよく一緒に使う単語が決まってるの、ね、で、まあ、もちろん今回の問題もそれに関わってくるんですがそれを一個ずつちゃんと押さえておかないとごちゃ混ぜになって使えないんだわ受験とかテストの時になので今回ちょっとここまでで止めてしまうんですがぜひあの右上のビックリマークもしくは下の概要欄の方からもともと自分がね授業動画で撮ってる完了編経験編継続編ってあるので それを見てください全部フルに見なくていいから上のポイントの部分だけでも構わないので一回押さえてそこはもし不安な方はねお願いしますで話を戻すと今回宿題を終えてまもともとはじゃあ「宿題が終わりました」みたいな文なわけそれが否定文になってるつまり使ってるのはこいつです完了い終えてませんそれの否定になってる終わってませんっていうからじゃあまずこいつを使ってねその否定文を作っていこうと。 で、今これフィニッシュってありますよね。これフィニッシュって終わるの過去分詞です。こいつは規則同士って言ったの、形が変わらないやつ。take took take みたいな。形が変わるんじゃなくて、ED をつければいいやつですね。規則同士ってやつ。あいつなんで、これで過去分詞になってます。じゃあ、ここにハブを入れていこうと。ただし、今回はさっき言ったように、終えてないんだわ。否定文なの。だから、あいつの否定文 Not をつける。 ただから、have not って2個入れたいんだけど、選択肢1個、あと、空欄1個しかないから、have not をくっつけて、haven't ってします。短縮する。くっつけたんだよ。haven't. I haven't finished my homework. これ、宿題ね。私の宿題。で、最後、大事なのがこいつです。まだ。 この完了の時によくコラボする単語「まだ」そして「すでに」とかいうありますすでに already っていうんですけどこの「まだ」っていう時は一番最後にこいつ「やっと」これを入れますこれが「まだ」って意味ですまあ「もう」って意味もあるんですけどだからこれで「I haven't finished my homework yet」っていうと「私はまだ宿題を終えてませんが完成になります」といいかなこんな感じでやってください現在完了しつこいけどめっちゃ大事なんで 押さえといて。じゃあ次です。彼はラジオを聞くのが好きですと。まあ、穴埋め1個だけなんですよね。で、これはまあ好きですって he likes まあこれ he l i k これ三単元の S ね。主語が he だから s がくっついてると。まあ、彼は好きなわけです。he l i k で。で、何が好きってラジオを聞くのが好きなんよ。あるあることが好き、ある何かをすることが好きですっていう時の言い方が決まっていて。 like の後ろに、ほにゃらら ing をつけること。これ動名詞ね。動詞をくっつけて ing をくっつけると、ほにゃららすることが好きですというふうに作ることができます。この ing がつくものを、これ動名詞って言います。ing をつけることで、 もともと今ラジオを聞くって聞く先言うとリッスンなんだわリスンリスンとリスンと radio でラジオを聞くなんで答え書いちゃうかリスンリステンって書くやつねこれに ing をつけるこうやってリスニング he likes listening to the radio っていうとこれでも答えは完成なわけでリッスンってもともと動詞なんですよだから like listen ってつなげちゃうと動詞動詞になっちゃうから使えないのね それを、ing をつけることで動詞を名詞化させる。聞くことっていう。で、それによって入れることができますと。で、こうやって使うんですが、え実はですね、この動名詞、そしてもう一個、不定詞っていうのがあります。不定詞は to がつくやつです。で、実は、ほにゃららすることが好きですって、like to ほにゃらら。この to ほにゃららが不定詞ってやつね。 これでも作ることができます。like はね、両方持てるんです。同名詞を使っても、まあ、本当厳密に言うと、ちょっと意味が変わってくるんだけど、でも、まあ、中学の範囲であれば、同名詞を使っても、不定詞を使っても、つまり、like listening to the radio でも、あ、ライクか。like to listen to the radio って言っても、使えるっていう。ただし、これ like が特別なのね。 動詞によっては「いやうちらは同名詞しか使えないんで不定詞お断りっす」っていうのもいれば「不定詞カモン」「同名詞あっち行って」みたいな人もいるわけでこれは覚えなきゃいけないで、まあ、全部書くとちょっと大変なので有名どころだけいくと例えばこっちいこうかまあ不定詞を取るで有名なのは e two ですね one two これでほにゃららしたいになりますほにゃららしたいこのほにゃららのところは動詞の原型ねもともとの形 あリッスンだったらリッスンそのまま入れる。ワン、ワントゥーリッスンっていうと聞く、聞きたいね。聞くことをしたいだからラジオを聞きたいみたいになるわけ。でも、ワントゥーはワント・イン・ジを作ることができません。あいつはトゥーしか持てない。不定詞しか。いいで、イン・ジしか持てないやつで、まあ有名なとこで言うと、例えば、エンジョイですね。エンジョイ。楽しむです。楽しむ。あとは、えっ、ー、と、フィニッシュか。さっき言ったね。 ほにゃららすることが終わるこれも ING しか持てない。Finish to ほにゃららとか Enjoy to ほにゃららっていうことはできないのでいいかな。この動詞の後ろにえ例えば動詞のね意味を使いたい同名詞とか不定詞を使いたい時にはこうやってグループ使えるものが分かれてくるのでこれも覚えておきましょう。他にもあるんですが気になる方は調べてください。ネットでねバラバラって出てくるから。いいかな。では次、ちょっとごめんなさいね。次、四角2の1番になります。 えこの本は多くの人に読まれています。あのもともと選択肢の並び替えですね。並び替えちょっとあの編集で出しますね。上の方で。見てください。で、まあこのやり方っていうのはいろいろあると思うんですが、まあ、自分だったらまず主語とか、まあ、動詞を確認しに行きます。主語なんだろうっつって。で、日本語確認してって、この本は多くの人に読まれています。まあこの本はこいつが主語ですよね。主語。で、動詞はここの読まれています。まあこの辺になっていくわけだ。ただ、この読まれていますを見たときにちょっとあれか。 古代ここに書くつもりなのでちょっともうちょっと伸ばしますね多分邪魔になるそのうちこいつです「読まれています」を見た時にああ受動体だって思ってほしい、まあ、もしくは受け身系ってやつです受け身系受動体ねほにゃららされるってやつ受け身系受動体これも中3あ中2の後半でもあるかな中3だったかな受動体なんですけどほにゃららされる つまり、例えば、この本は、あ、えっと、ほにゃららは、この本を読みますだったら、普通の文なんですよ。一般的な文なんですけど、読まれている、ほにゃららされてるって言いたいから、受け身を使いたい。受動体をね。で、受動体の作り方っていうのは、覚えてください。B 同士、プラス、過去分詞です。えー、この後ろにもくっつくんですが、助かっておきます。まだちょっと止めておきます、ここで。 まずは B 動詞プラス過去分詞で受動体ほにゃららされるって意味が作れるんだっていうのを覚えてください。いいから。でそれにのっとってまず書いていきます。主語この本ですよね。で選択肢から見るとこのは「this」です。本は「book」つまり最初大文字にしてね「this book」これでこの本はから始まります。で次動詞いきたいんですよ。それが読まれているなんですがその部分にこいつえ,えっと B 動詞プラス過去分詞を使っていきたい。 で、this book に合う B 動詞は何かっていうと、まあ、選択肢をね、見ればえ、is ってすぐ分かります。なんですけど、ちょっと注意してほしいのが、例えば、並び替えじゃなくて、普通にこれを書きなさいと自分で。の時にミスが出やすいのが、ここ、is にするのか、was にするのかです。で、基本的に引っ掛けとして出やすいのは、本当は was なんだけど、is を書いちゃって×食らムみたいなね。 これ何が違うかって、is は現在形の B 詞、was は過去形ですよね。was ね。えー、っと、まあ、書かない方がいいか。わ <laughs> ず。そうすると、わずを使うと、過去に受け身になるんです。受け身の中で過去。つまり、この本は多くの人に読まれていましたってなる。わずを使うと。いいかな。ここで時勢、現在なのか過去なのかっていう時勢をコントロールすることができるから気をつけてください。 で、戻ります。B 動詞入れたので、過去分詞で、読むはリードですよね。で、選択肢の中に、あれリードがいるみたいなね。同じのがいるって感じがするんですけど、リードは過去形も過去分詞も形変わらないです。ただ、読み方が変わって、リード、過去からね、レッドレッドって言います。Read, read, read. だからまあ、発音ちゃんと読み方言うと、This book is red になってる。いいかな。これで B 動詞と過去分詞が完成しました。受け身がね。で、受け身の大事なのは、あと、この後ろです。 プラスの後ろ。ここに入るのが、こいつ覚えておいてください。バイ、ホニゃララ。入ってるかなあ、OK です。これは、基本的に受け身っていうのは、されるじゃないですか。意味がされる。ってことは、誰かにされるっていう。それが基本的にセットになります。誰かにの。で、この人にっていうのを言うときに使うのがこれ。バイ、ホニらララ。ホニらラにされるっていう。で、今回の文で言うと、多くの人にされるわけ。 で、まあ、BOC パラス過去分子入れたから、その後ろ、まあ、選択肢にもあるからね。倍を入れてください。で、多くの人。多くは、a lot of ですね。これ。まあ、メニーとね、よく書き換え出てくるやつです。a lot of。で、人々は、people。で、period。this book is read by a lot of people。これで、答えが正解となります。いいかな まあすごい細かいですけど、ピーポーは、あの、不可算名詞って言って数えられないんで複数形つかないからね。たくさんだから、あ、ピーポーズとかしたくなるんですけど、S つけちゃダメです。ピーポーはピーポーのまま。あの、ウォーターとかと同じ感じ。数えられない名詞ってやつ。では次行きましょう。あなたは今日昼食に何を食べたいですかと。で、えー、自分の考え、やり方ね、よくやるやり方は、まず何が入ってるから、ああ、ワット使うなって思うわけ。ワットって何って意味だから。 で、What っていうのは基本的に疑問詞なので一番最初に使います。でね、まあ、こんなこと慣れてたらしなくていいんだけど、今日とか、声が、今日とか明日とか昨日っていうのはまず最後につけ出す。つまり、あなたは何食べたいっすかっていうのをまず作っちゃおうって考えるの。で、一番最後に今日くっつけりゃいいから基本的には。まあ、今回もね、Today は一番最後にもう書いてあるけどね、固定で。だから、あなたは何を食べたいですかって書こうって思うわけ。で、まあ、スタート何があるから What スタートは決まりなわけよ、ここの場合ね。 What? で「あなたは」で聞くで食べたいってまあ食べる「いい」と使うの分かってる一般動詞だからねってことは「What」のあとで「You」あなたは「You」でしょ ?What」のあとで「You」を使う疑問文の作り方って「What are you」もしくは「What do you?」の2パターンなわけ現在形であれば過去だとね変わってくるけどディズとか入ってくるけどさ で、どっちかなって考えるんだけど、さっき言ったように食べるっていう e いとの一般動詞を使うだろうっても予想するわけ。ただしかちょっとまた変えるけど、い e いとを使う。一般動詞使うから、一般動詞使うんだったら be 動詞使えないじゃん。こっち無理だよね。まあもちろん選択肢にああがないからさ、そんな思わねえよと思うかもしれないけど、一応ね。だからまず、what do you から始まるわけ。もう定型文よ。あなたはほ、ね。あなたはで疑問するとき。what do you と。で、この後ろがちょっとポイントで、 食べたいですかなんだよね。これ、あなたは何を食べますかだったら、What do you eat? なんだよ。食べたい。ほにゃららしたい。親と。あれ最近聞いたなと思ってほしい。ここです。one, two です。one, two これで、ほにゃららしたい。つまり、食べることをしたいって言いたいから、さっきのその使います。one, two, eat 食べることをしたい、つまり食べたいになります。だからまずこっちね、動詞として使うのは want。先に want to eat。What do you w a n で、あなたは何を食べたいですか？って聞いてます。で、あとまあ選択肢残ったのがランチとフォーが残ってるんでね、昼食にって。あ、<laughs> ごめんなさい、書き忘れて。 ごめんなさい。い,いっかな許してくらっていいですかごめん。昼食に何を食べたいですか抜けすたね。だから、ここ。昼食には最後につけるので、for lunch がつきます。で、まあ、ここ最後、ちょ、today 書いとこうか。<laughs> ごめん。あ、待ちました。テンパってる。ごめん、ごめん。こうですね。what do you want to eat for lunch today? って感じです。よろしいでしょうか。あ <laughs> あ、焦った。 で、ラストですね、えー。私が家に帰った時、弟はゲームをしていましたと。で、この文作る時にですね、これすごく、まあ全部、語問全部有名なんですけど、よく出てくるんだけど、これも超出てきます。よく出てくる。で、何が出てくるかって、こいつね、時。ほにゃららした時、ほにゃららがほにゃららしてましたみたいな。で、よく自分、これ2つの文が入ってるっていう説明をします。まず 私が家に帰った時っていうのをちょっと A としてください。いいかな。で、ゲームをしていました。青にしようか。ああ、でもいいや。上、あだからね。弟はゲームをしていましたっていうのを B っていう文。二つの文があって、それはくっつけてる。一つの文にしてるんだってちょっとイメージを持ってほしいのね。で、今回は並び替えだし、最後にホームが入ってるから、そんなにまあ迷うことはないんですけど、これね、先言うわ。この時っていうのは、when を使います。when。 ウが入ってる文がこっち。で、こっちがウが入ってない文をくっつける。で、日本語みたいに、先に私が家に帰った時を先に書く場合ね。書く場合は、えー、っと、大文字か。ウェンスタートなので、when でその後 A の文を書きます。こうやって。私が家に帰った時を書くの。書いて後ろに弟はゲームをしていましたを書くんだけど、この時はここにカンマが入ります。先にウを書いた場合は、作り方としてね。 ピかどうかでこの場合逆もできすることができて先に B を書くこともできるの。弟はゲームをししていましたで後ろに私が家に帰った時ってそうすると、まあ、この塊が後ろに来るからさ途中に「wen」が入ってくるでしょこうやって A の文がこの書き方だとカンマが入らないんですこれ2パターンあります両方いいで今回は選択肢の中にが「w があめんなさいカンマがないんだよね ああだ,だからああ、下の順番、こっちで書くんだって、まず気づいてほしいの。でもさっきも言ったように、ホームが後ろにあるんですよ。一番最後に、ここにホームが入ってる、固定でね。で、ホームって家じゃん。ってことは、家ってこっちの A の文じゃん。家に帰った時でここで使うの分かってるから。あ,あじゃあ、後ろに私が家に帰った時が来るんだなって、まあ、気づくことができるので、まあ、先にさ、弟はゲームをしていましたを書きましょうと。書いていきゃいいんでしょっていうのが気づいてほしい。 まあもちろんそれで気づけるんですが、ひとまずここでね、ほにゃららの時っていう部分はこういう書き方、二パターンがあるので、ぜひね、これはおぼ押さえておいてください。では答え書いていきましょう。じゃあまずね、弟、ゲームしてましたって書きたい。弟は私の弟です。だから主語は、ただのブラザーじゃなくて、もちろんマイブラザーになります。こうね、マイブラザー。で、ゲームをしていました。これしてましたって、ゲーと、進行形です。ただ、 ゲームをしていますじゃなくてしていましただから、ここからわかるのは、過去進行形ね。現在進行形じゃなくて。でも作り方は一緒だよ。過去も現在も。B 同士プラス ING です。進行形は。B プラス ING。いいかなってことで、B 同士、マイブラザーにくっつくのは Was です。過去だからね。Is じゃなくて Was になります。Was えっとプレイングだよねプレイングゲームをするはプレイヤーゲームですねまあプレイヤーゲームとか言う時もあるけど、まあ、今回選択肢が a ゲームなので my brother was playing プレイングゲームっていうことで私の弟はゲームをしていましたが完成しますで a が終わった b の文が終わったんでじゃあ a に行こう私が家に帰った時時が入ってるからここまず when が入ります。 when がねであとは私が家に帰ったですつまり私なんで I 帰るは今回 came home だ,けだったかな、えー、選択肢 <laughs> 合ってるね「I came home」home は入ってるので括弧にしときましょうこんな感じ「my brother was playing a game when I came home」ってすることで私が家に帰った時弟はゲームをしていましたが完成となります。 これ穴埋めさ、本当はみんなごなさい本当は穴埋めじゃねえ、え並び替えて選択肢があったら使ったの消してくんだよ、斜線で。使い忘れ、マジで怒るから。今、すごい心配で確認したいんだけど、大丈夫だよね。待って、my brother? <laughs> 心配。取り直しをしたくない。was playing a game when I came home.OK,OK.What、okay, okay. what do you want to eat for lunch? あったよね。<laughs> この抽象画ごめんなさい。書き忘れちゃったけど。まあ、英語シリーズもね、そんなめちゃくちゃいっぱい取れるわけではないんですが、こんな感じでえ答えを。 もちろん書くということとそのポイントをめちゃくちゃしゃべるっていう感じで取っていきますので、まあ、よかったらね第2弾の方も是非見てみてくださいでは今回はね高校受験対策の英語第1弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました